はい、よろしくお願いします。栃木 SC31 番フォワードやっています、豊田洋平です。よろしくちゃーん。あー、来た、よろしくちゃん来た。背番号44番八千代哲平です。よろしくちゃーん。おー、来た、よろしくちゃん。かわいいな。あ、来ました、ドン。豊田選手、これなんて書いてあるんですか。お猿ちゃーんって書いてありますね。で、まあ、トッキーなんで、はい、おでこのとこには、筋肉マンじゃないんですけど、時間の、時間の時を書きました。トッキーなんで。時。なる。そして、八千田選手。はい。完全に寄せたね。はい、完全に寄せました。寄せました。はい。いや、それはダメです。いいですよ。完全に寄せたね、完全に。はい、ということで、いいですね。完全にオリジナルの時と書いてある、うん、お猿さんと寄せたお猿さんがあります。これをですね、2名様にプレゼントいたします。はい、思い出に残る試合何ですか？思い出に残る試合。はい。僕は、ジョホールバルで、岡野さんがワールドカップを決めた、うん、ゴールの試合っていうのはやっぱりすごく印象に残ってますね。自分の試合ではないんですか？え？自分の試合ではないんですか？あ、この質問者は僕の出場した試合の、あ、そういう、なるほど、そうした、豊田選手のというコメントにはなかったわけですから。急になんか察しが悪くなっちゃいましたね、なんか。うん、わざそれは僕もあの試合は質問、こいつめんどくせえな、みたいなね。うん、僕ですか、はい、僕はやっぱり、はい、得点を決めたホームの、うん、栗さんの山口戦ですかね。吉田選手からの、うん、素晴らしいクロス来ましたけど。素晴らしい。あれをね、毎試合してくれればね、得点を取れるんじゃないかなと思ってますけど。いいですね、いいですね。はい。さあ、それではですね、この後は、栃木市丸抜ウルトラクイズでございます。移動しましょう。選手のお二人も丸抜ステージへ移動してください。どうぞ。八千田選手の実家で飼っている犬の名前は、ジョンである。丸か×か。知らねえ。知らないっていう。そして、栃木 SC の若手のゴールキーパーは、東ジョンである。丸か×か。それはまた別ですね。それはもう、はい、それはその通りなんで。丸の一択でした。では行きましょう。正解はこちらです。×でした。八千田選手。ちなみに、飼っている、はい、お犬さんの名前は、うたかです。うたか、そんなわけないでしょ。すいません、違います。その頃から知ってたの？うたか。その頃から。すいません。訂正します。いいや、大丈夫です。はい。こてつです。こてつ。おう、こてつなんですね。はい。サポーターの皆さん、はい、今日はお忙しい中集まっていただきありがとうございます。次の試合も大切な試合なので、自分たちも頑張りますので、応援よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。残り11試合となりまして、まあ、個人的にも、もちろんチーム的にも、常に向上心を持って、毎日の練習を取り組んで頑張っていますので、ぜひ、皆さんと一緒になって、戦いながら、少しでも上を目指し、残留という言葉が栃木からなくなるように努めて、頑張っていきたいなと思っておりますので、栃木にまだ今、関わってない方もいらっしゃると思いますけど、八千代と豊田を機に栃木市を応援していただけるようになってくれればなというふうに思いますので、応援のほどまたスタジアムに、コロナ禍ではありますが万全の対策をしてもらいただいて、応援いただければ僕たちの選手の力になるんじゃないかなというふうに思いますので、よろしくお願いします。せーのキープキープキープフォワードフォワード。
はい、ありがとうございます。改めまして、豊田選手、八田選手、ありがとうございました。そして、本日お集まりいただきまして、皆さん、誠にありがとうちゃんでした。